いや、今村さん、はい、8月に入って暑いですね。そうですね。なのでもうやっぱりこう涼しくなりたくなりませんか。そうですね、はいはい、なので今日はね、ちょっとこう涼しさを感じることができる水を使った何かをしてみたいと思います。楽しみですね、それは、はいはい、それでまずは今日はですね、はい、初めにこちらの映像をちょっとご覧ください。はい、これは一体、はい、これはあの夜空をね映し出した映像なんですけれども、うんうんうん、まあ、よく見ると星が映ってますね。はい、あれ、なんか星があれうーんって動いてるけど、でも流れ星にしては遅いし、はいはいはい、ってことは飛行機ですかね。あ、なるほど、うん、でもあの飛行機の場合は、はい、チカチカ点滅していますね。そうか、はい、じゃあやっぱ星なんですかこれは、はい、これ実はね人工衛星なんです。人工衛星って見えるんですね。はい、時々見えるんですね。すごい、はい、でこの人工衛星何かと言いますと、うんうん、こういったものに、はい、なります。あ、なんかよく見かける形ですね、はい、これは、はいはい、これはあの国際宇宙ステーションと呼ばれるもので、うん、はい、まあ、通称 ISS と呼ばれるものになります、うん、はいはい、まあ、サッカー場台ぐらいの、ね、非常に大きな建造物なんですけれどもね。これだけのもの、はい、どうやって宇宙へ行ったんでしょうね。ほら、もう宇宙ステーションの人たちに大人数集めて、はい、せーの、はい、よいしょって、みんなの力を合わせて放り投げた、はい、このまま宇宙へ行ったというわけですね。そうです、はい、あ、ちょっとね実は残念ながらなんですけれども、ちょっとこのまま宇宙にね上がるのは難しいので、サッカー場ぐらいあるやったらほら無理か、はい、まあ、要はバラバラの状態で、まあ、こういったものを使うわけなんです。ロケットですよね。はい、そうですね。そうか、はい、宇宙に物を運ぶためにはロケットを使います、はい、うん、なるほど、はい、まあ、こういったロケット飛んでいくわけですけれどもね、はい、まあ、いろいろ仕組みがあるわけなんですけれども、うん、はい、今日はそのロケットの中でも水ロケットと呼ばれるものを使って、うんうん、はい、ロケットの基礎をねちょっと考えながらいろいろやっていきたいなと思います、うん、はい、楽しそう、はい、で今日はその水ロケットに関しまして、はい、実験や工作がちょっと出てきますので。そうですね、はい、はい、実験や工作といえばあの方ですか、はい、ちょっとね今日はお呼びしたいと思います、はい、それでは新井さんよろしくお願いいたします。いや、はい、どうもよろしくお願いします、はい、来ました新井さん、はい、まあ、実験や工作ということで呼ばれてきたんですが、はいはい、私の実験でロケットってやりませんでした、うん、やったでしょ。野菜ロケットやりました。懐かしいでしょ、うん、あ、何でしたっけ。あれはなんかフィルムケースを使ってパーンって飛ばしました。そうですね、はい、で今回はもうちょっと本格的にいきます。あ、はい、これです。じゃん、ほんまや、フィルムケース全然違ういい感じだいぶ形も近づいてますよ、はい、そうでしょ、はい、で今日はこういう水ロケットと呼ばれる、うん、まあ、工作について話をしていきたいんですが、はい、この間の時もそうなんですけど、うんうん、ロケットってそもそもどうやって飛ぶんでしたっけ。野菜ロケットの時は野菜のガスがこう溜まってきて、うんうん、でシュッて噴射されるみたい な、ね、こう後ろになんかバーッと吐き出して、うん、それの反動で天高く飛んでいく、うん、でこっちの本物を考えてみましょうか、はい、これは中に燃料がたくさん入ってます、はい、それをボーッと燃やして、うんうん、その時できた熱いガスをそれこそ後ろに思いっきり吐き出して飛んでいきます、うん、あ、そうかそうか、そういう感じですよね。なるほど。じゃあこのモデルの場合はどうか、はい、これ炭酸飲料のペットボトルです、うんうん、この中に水と空気を入れます、うん、で、空気はただの空気じゃなくてグーッと押して圧力をかけた空気です、うんうん、これどういうことかって言いますと、はい、炭酸飲料のペットボトルをふわーって振り回して、うん、パツパツになりますね、はい、でその状態で蓋をキュッと開けると、あー、もう大惨事ですよ、むしゃーなりますで、それと同じことを起こさせてここから水をダーッと吹き出してその反動で飛ばします。そういうことか、はい、じゃあでこの仕組み、はい、同じでしょ。うんうん、確かにね、こういうふうに原理が同じなんですね、はい、なので教材としてすごく向いてます、はい、じゃあこれの作りを簡単に説明しますね、はい、で必要なのがもちろんこれですね、ペットボトルですね、ですね、うん、これがね燃料タンクになります。なるほど。で、よくある作り方は、はい、もう一つこのペットボトルを用意して、うん、このような形に加工します、うんうんうん、でこれをね組み合わせていくんです、はい、例えばこんな風に置いて燃料タンクをこっち向きにします、はい、でこれをこうするとお、なんか胴体できてきません。うーん、そう
うですね、若干苦しさはありますけどね。苦しいですか。じゃあもっと見た目もそれっぽく。そうしましょうしましょう。こういうパーツ使います。あ、ぽいですね。羽ですね。羽をよし、こんな感じでつけたとしますね、うん、あ、だいぶロケットっぽくなって。でこの頭のところにもこんなものをこうつけたとします。あ、ますますロケットっぽいよ。これが大まかな仕組みになります、はい、でちょっとこれ詳しく見てみると、はい、これ何でできてますか。牛乳パックですかね。そうです、はい、牛乳パックです、うん、牛乳パックはもちろん濡れても大丈夫ですので、この工作に非常に向いてるんですよね。なるほど、はい、で今形もねこういう形にしてますけど、うん、何もこんな形じゃなくていいですよね。そうか。他にもいろんな形を考えることができると思います、うんうんうん、こう細長いもあれば大きいのもあるし、うん、今回はこれでしたけど、うん、例えばそれ以外の材料でも作れます。あ、なるほど、うん、プラスチックの板なんてどうですかね。あ、うん、強度も良さそうですね。そんな感じですよね、はい、ここが工夫ポイントその1、うん、でもう一つあってここです。はい。でこれも何ですこれ。コーヒーとかのカップですよね。そうでしょ、はい、これあの店で見よって、あ、それっぽいなと思って載せてみました。なるほど、ぽいよ、見つけてきましたね。そうでしょ。でこういうものをね、なんか世の中にないかなと思って探すと、うん、はい、まあ、こういう形を作ってもいいんですよ、うんうん、なんかスポンジのシートみたいなのを加工してそれをこうやって丸めて、そういう形、とんがりコーンみたいな、とんがり帽子みたいなのを作る、うん、でもいいですし、はい、なんかもうとんがってるものだったら何でも OK です。それっぽいやつだったら何でも試してみると、はい、でこの工夫が大事なんです。工夫ね。どういうのがよく飛ぶかっていうのを、ああでもないこうでもないって試行錯誤する、うん、こういうことを研究って言いますね、うんうんうん、今8月です、はい、自由研究にどうでしょうか。ぴったりですね。ですよね、はい、でこれが大体の仕組みなんですが、もう一つ実はあるんですよ。おこれね、持ってみるとよくわかります、ちょっと持ってみてください。何？ちょっと待って、バランスがいい。ちょっと想定外でした。こっちが重たいですね。じゃあちょっと頭のところよく見てみましょう。はい、なんか詰まってる。はい、何ですかこれね。実は粘土を入れてるんです。あ、こうして先の方を重たくしてます。はい、前の方が重たい、前重心にするとロケットってよく飛ぶんで、ロケットってそんな作りしとんですよ。実はそうなんですね。重いよこれ。これね、なんかほんまにと思うことないです。重くするとか思ってなかったです。全然でしょ。なんで、うん、これをちょっと今度は実験してみます。はい、でこういうちょっと実験道具を作りました。はい、これは、まあ、このロケットのミニチュア版みたいなもんですが、うん、2つあります。はい、何が違いますか。これやっぱり重くしてるかしてないかですよね。おっしゃる通りですね、はい、こっち前の方に粘土を入れて重たくしてます、うん、これと同じものですね、はい、これどんな飛び方をするかを実験してみます。なるほど。ほんまに吹っ飛ばせるのでちょっと回します。あ、回す。いきます。気をつけてください。はい、こんな感じです。はいはいはい、あ、いい感じ回ってますね。なかなかいい感じでしょ、うんうん、なんかこう遊園地のアトラクションにありそうな感じ。確かに安定感すごい、見てても分かりますけど、はい、あ、なるほど、といった感じです、うん、じゃあこれと比べて、このこっちです。はい、はい、重りがついてない方、うん、重りを、入れてないやつ、うん、これもやってみますね。うまいこといくかな。回します。あれ、ヘナチョコじゃないですか。よいしょと、あ、うん、時々ね、うまく回る時もあるんですが、こうヘナチョコな飛び方をすることが多いです ね。安定感がない感じです。あ、確かに。この実験からも前が重たいことの、まあ、重要性というか、そういうのがよく分かってもらえたかなと思います。で、まあ、こんな感じでロケットの作りとかそういうのは言わせてもらったんですが、はい、どうせなら飛ばしたいですよね。そりゃそうですよ、ここで終われないですよ。そうですよね。はい、で、まあ、ここではね、あれなので、うん、ちょっと外の広いところで実際の発射実験をしたいと思います、はいはい、では外へ移動しましょう。おはい、では外に移動してきましたので、はい、これから発射したいと思います。いよいよですね、はい、でその準備としまして、はい、ペットボトルの燃料タンクの中に水を入れてきました、はい、でそれ以外にもよく口のところを見てください、うん、何かついてますね。本当なんかキャップみたいなのがついてますね。これね、はい、水ロケット用の専用のこう発射用のノズルです、はい、でこういうのが、ね、市販されてます、うん、なるほど、売られてる。そういうことです、うん、でこういうのがあると飛ばすことができます、はい、であとねこのような発射台もいくつかのタイプが市販されてます、うん、でこういうので飛ばすんですが、はい、これ、ね、せっかくのコスミのサイエンス TV なので、はい、ちょっと改良しまして、おーおー、で他のまあ教材とかを参考にしまして、はい、科学センター流の発射台を作りました。おお、すごいしっかりしてますよこれ、はい、じゃあ今回はこれでいきたいと思います、はい、じゃあ今村さんセットお願いします。はい、わかりました。おお、
セットされる。はい、で科学センター流っていうのはこのパイプですね。パイプ、はい、これがガイドになってるんですよ。ほう、ガイドと言いますと、まあ、これに沿ってピューとまっすぐ飛んでくれる。まっすぐ飛ぶようになるんですね、はい、でそのための輪っかもこうやってつけています。なるほど、はい、じゃあこの中に空気を入れていきましょう、はい、この空気入れを使ってやるんで長谷川さん入れてもっていいですか。はい、どのくらい空気入れましょうか。そうですね、まあ、20回ぐらいこうやってやってもっていいですかね。20回わかりました、はい、お願いします。はい、入っていってますね、はい、でこの時の空気を入れる回数なんですけど、はい、今はとりあえず20回ぐらいでしてみました、はいはい、あとこの中に入れた水の量なんですけどね、はい、ペットボトルの大きさのまあ3分の1とか4分の1ぐらいで実験をしてみます。なるほど。でこの辺の量とかこの押す回数とかも工夫するポイントになります、はい、なるほど。よいしょ、だいぶきつくなってきましたね、はい、20回ぐらいだと思いますこれ、はい、ありがとうございますもう見た目にもパツパツになってますんで。そうですね、だいぶ重かったんで。じゃあこれで発射準備完了ですので、はい、もう本当に発射したいと思います。よし、はい、ではいよいよ発射です、はい、その自転車のハンドルみたいなものを握ってもらうとスタートします、はい、おー緊張しすぎだはい、良いですか。はい、じゃあ今村さんカウントお願いします。はい、わかりました。ではロケット発射3秒前3、2、1発射。水がすごい飛んだ。すごい、ちょっと待ってください。水がすごいよ涼しくなりましたね。めっちゃ涼しい今そうです、これ水ロケットですからね、はい、このロケットは水が燃料、水を吐き出すのが推進力です。なるほど、はい、いやすごい。ほんで飛距離もかなり思ったより飛びましたね。もうなんとかあの芝生の境目ぐらいまで行きましたよね。すごい、はい、これぐらいの工作ができます。これ子供大喜びですよ。 ありがとうございます。また科学センターのイベントなどでもね、はい、やってみたいと思ってます。はい、はいはい、ではなかなか発射実験もうまいこと言って、いやー楽しかった。そうですね、よく飛びました、はい、ということなんですが、はい、ちょっとねおまけで、はい、こんなロケットも用意してみました。ただのペットボトルじゃないですかもはや、はい、まあペットボトルだけロケットなんですが、なるほど、はい、ちょっと真面目に比べてみましょう、うんうん、何が違うか、はい、もちろんなんですが羽がこれはついていません、はい、でこういう頭の形をコントロールするようなノーズコーンもないです、はい、あと大事なことありましたね、ここうん、重り、うんうん、重心もこれは前重心になってないですね。なるほど、こういう風な全然違うこういうあのロケットとしての仕組みを満たしていないようなやつを、うんうん、ちょっとこれも試しで実験してみるとですね、はい、ですね、まあうまいこと飛びません。なるほど、はい、最初の方はこのガイドに沿ってまあまあなんとかっていう風に滑り出しますが、うんはい、もうこれを過ぎるともうあっちゃこっちゃ、うん、右へ行ったり左へ行ったり真上へ上がったりと、安定感がまるでないっていう感じですかね。そういうことですね、はい、こういう感じで、まあ、羽とか重心の位置の調整とか、うん、そういうのの重要性もこういうのと比べることによって、はいまあ、実験で確かめれたかななんて思います、うん、はい、でまあこんな感じですかね、はい、まあ、そんな感じでですね、はい、今日はまあこの水ロケットを使いまして、うんまあ、あのロケットの仕組みでありますとか、はいまあ、ロケットそのものを打ち上げる楽しみがこう分かっていただけたかなと思います、はい、十分に分かりました、はい、ありがとうございます、はいまあ、こういうロケットの技術はですね、はいまあ、かつてアメリカやロシアがですね、うん、国家レベルでまあ技術を切磋琢磨してきた時期もありました、うんはいですが今はですね民間企業がですねロケットを飛ばすような技術を開発していってるような時代にもなってきてるんですね。なるほど、ということはもう令和の時代はもう我々の身近にかなり感じられるロケットの存在ということですよね、はい、そうですね、まあ、それで、うんまあ、宇宙もよりね、はい、身近になってくるのかなと気がします、うん、確かに、はい、いや本当にもう子どもたちはもう、ね、試行錯誤しながらこの夏休み、はい、工作にちょっと励んでもらいたいなと思いますよね。そうですね、はい、ということで本当に楽しかったです。ありがとうございました。ということでコスミのサイエンス TV いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。